天立つべし。ゴタクはあの世で並べやがれ。兄貴、久しぶりに例の、もたもたすんなや、ほら、天なる竜よ、我らが固き絆と志、ご昇覧あれ。無法者？上等だ。腐った役人は法じゃ裁けねえ。義による刃、手にかけた悪党は数知れず。だが、拉致が開かねえ。戦続きじゃ、善人ばかりが死んでいく。この部は、罪なき人々を救うため振るうべし。ただの荒くれでは終われねえ。世に笑顔を取り戻してやる。青龍のごとき強き義兵の志を持って。登園以来だ。グッと来たぜ。うん、久々に魂が震えたぞ。兄者、ご無事で。黄金の兵らはここから撤退したようだ。祭壇の奥から高層へ抜けられよう。我らも後を追う。また会おう。それまで勝手に死ぬんじゃねえぞ。十万対二万だ。策はあるのか、曹操殿。いずれかが餌となり敵を引きつける。その隙に別動隊が聴覚を狙う。悪くない。だがどう迂回させる。聴覚もバカではない。備えを残されると。おう、ん、先ほど見つけた裏道です。攻めるならここかと。ハハハハ、気に入った。とんだ拾い物だ。こやつはわしが連れて行くぞ。好きにされよ。虎殿は言い出したら聞かんからな。この孫権についてこい。手柄を立てたいのならな。